こんにちは。大地と竹谷と飛行機です。はい、ということで原宿に来ております。今回の企画は、はい、原宿といえばのものを全員が買ってきて一致するまで帰れません。俺黒も買うよ。ダメだよ。はい、原宿でいろいろあるじゃないですか。食べ物だったり飲み物だったり、自分が思う原宿といえばのものを、それを買ってきてもらいます。それで3人で一斉に見せ合いとします。一致したら帰れるっていうゲームでございます。もう分かったでしょ。今からもう買いに行ってもらいます。だからこれ何回もやり続けるからね。何回もやんの？ダメじゃねえか。一致するまで帰れませんですから。分かった。何時になるか分かりません、はい、ということで早速買い出しに行っていきたいと思います。それでは行きましょう、みんなで、せーの、チェンドジョンソン。はい、ということで僕は原宿といったら、まあ、昔からね竹下通りで売ってるものだと思うので、あれを買ってきたいと思います。はい、僕が買ってくるもの、みんな大好きなものですね。多分合うと思うわ。はい、ということで、友達のお店やってきました。なんか原宿っぽいの探してんだよね。お、めっちゃいいじゃん。原宿でしょ、これ。いいじゃん、みんな買ってくる。それでいいや。はい、ということで買い物終了。はい、皆さん買ってきましたか？はい、これだと思った？絶対揃えられる？うん。じゃあそれでは1品目、せーの、デブ！バーン！はい、終わりました。終わり。諦めない。ちょっと待って、袋の人いるの？まずだって原宿といったらクレープなのよ、もう昔から。うわ、マジで忘れてたわ。それお前ダメ、間違ってる。竹下通りといったらクレープ。そうだけど原宿は竹下通りですよね。ね、僕は今話題のチーズホットクでございますよ。もうこれもう超終わってるよって思ったと。今列やばいからね。何ですか？3人ぐらいいた。ほぉ、すげー。俺はえ、待って、ナイキのサカサカ。は？ナイキの。嘘でしょ。そんなやつね、竹下通りで着てるやつ見たことねえ。じゃあこれ、ね、一発でちょっと遊びに行った。それはね、規格外の男いるわ。次もう行こう。もう次早く行こう。もう俺もう一個あるから、もう一個は。もう俺も決まってる。もうあれでしょ。じゃあ次もう本当に合わせよ。本当に合わせよ。マジでガチでマジでやってよ。マジでやってよ。2回目の買い物スタート。服でしょ。ほら、簡単服でしょ。服じゃないよ、やめて。服ははい、2個目なんですけど、もう原宿といったらあれしかないと思うので、あれを買います。次こそは合わせに行きます。みんなが買いそうなあの商品買いに行きたいと思います。これで合わなかったらもう本当にもうあのメンバーとはやっていけません。行きましょう。ということで、2品目行きたいと思います。1品目ねちょっとさすがに遊んだので、2品目確実に合わせていきたいと思います。はい、ということで買い物終了。俺らもね、もう長い付き合いですよ、はい、2品目で揃いましょう。はい、はい、もう俺はいけるよ。これは行けます。それでは2品目、せーの、バーン。ということで皆さん、ぜひね、これ買ったものは皆さんに抽選で、はい、郵送しますので、はい、応募で概要欄に載せておきます。絶対びちゃびちゃになる。届いた時もうなくなってんじゃないの？立ってるよ、タピオカ先行のやつも。よかったね。2品目でちゃんと揃ったね。本気出せば揃うわ。本気出せば揃った。なんかこれさ、ご当地やったら面白そうじゃない？確かに。ライブで行った時とかにさ、長野といえば、新潟といえばとかシリーズ化できます。あ、めっちゃ面白いわ、はい、ということで、はい、次回は、じゃあ吉祥寺でやりましょう。はい、いや全然わからん。